え、ティティの知り合いなの？この子は我が愛しの妹だ。私はティファニー様の使い魔です。そういえば最近魔力供給ができていなかったな。エロい。クロエは自分で食事ができないからな。こうして私が魔力を分け与えているのだ。ティファニー様、お呼びがかかっています。またか。仕方ないな。ショーゴ、少し留守にする。他の魔族に食われるでないぞ。あ、ちょっと、うん、状況を整理しないとな。疲れた。仕事も探さないとな。で、あ、なんでいんの？ティファニー様の大切な食料の見張りですが、何か問題でもありましたか？ああ、ダメだ。明日考えよう。夢？まだいるし。はあ。気まずい。すごく可愛いんだけど、なんか怖いよ。あの、買い物でも行く？構いませんけど。見た目変えられるんだ。落ち着かねえ。いや、立ち位置逆なら事案になるんだけどさ。人間は脆い作りですね。クロエがうちまで運んでくれたの？気絶させてしまいましたので。そっか。あの、自分で食事ができるようになったこと言わないでもらえませんか？ティファニー様とキスができなくなるので。帰ったぞ。あ、ティファニー様。留守を任せて悪かったな。見張りの方は問題ありません。うまくやったみたいだな。ショーゴ、疲れた。食事の用意をしろ。で、今から？そしたらすぐ寝る。へえ？ダメ！同族よ。もう大丈夫だ。私と共に行こう。お前を使い魔にしてやる。はい、ティファニー様。